いつも Amazon 出品サービスをご利用いただきありがとうございます。ここでは代金引き換え決済の概要と設定手順についてご説明します。では初めに代金引き換え決済の機能概要についてご説明します。ここでは購入者と出品様、この2つの観点でご説明します。まず購入者観点での機能概要です。代金引き換え決済が適用された商品には、商品詳細ページ、出品者一覧ページに代金引き換えが利用可能というメッセージが表示されます。また決済ページの決済方法選択画面にも代金引き換え決済の選択肢が表示されます。なお代金引き換え決済を利用する場合は、どの出品様においても代金引き換え手数料が固定で324円かかります。次に出品様観点での機能概要です。こちらは代金引き換え決済の注文の流れを図で表したものです。まず出品様が Amazon にて商品を出品します。次に購入者から代金引き換え決済での注文が入ります。通常の注文と同様、受注情報は注文確定後に Amazon から出品様へ連絡されます。この受注情報に代金引き換え決済であることも記載されております。受注情報を確認後、出品様は配送業者へ代引き発送を依頼して発送します。並行してセラーセントラルにて出荷通知処理を行います。出品様の出荷通知処理後、 Amazon から購入者へ出荷通知のメールが配信され、販売手数料がペイメントに計上されます。配送業者は代引き配送にて商品を購入者にお届けし、代金を回収します。回収した代金は配送業者から出品様へ入金されます。これが代金引き換え決済の一連の注文フローになります。なお代金引き換え決済の導入効果を実感した出品様の成功事例インタビューの記事はこちらの URL からご確認いただけますので、今後の出品のご参考にしていただければと思います。次に代金引き換え決済の設定手順についてご説明します。まずセラーセントラルの設定の出品用アカウント情報をクリックします。次に支払い方法の設定をクリックし、編集をクリックします。代金引き換えの代金引き換えを有効にするにチェックをつけて送信をクリックすると、有効化は完了となります。また代金引き換え決済は商品単位で対象外に設定することができます。この設定は1商品ずつ対象外にする方法と一括で対象外にする方法の2通りがございます。まず1商品ずつ対象外にする方法ですが、セラーセントラルの在庫タブの在庫管理にて代金引き換え決済を対象外にしたい商品の詳細の編集をクリックします。次に出品情報の支払いのオプションという項目の代金引き換えのチェックを外し、保存して終了をクリックします。これでこの商品を代金引き換え決済の対象外にできます。一方一括で商品を対象外にする方法ですが、出品ファイル L を利用して設定をすることができます。出品ファイル L はセラーセントラルのヘルプページからダウンロードすることができます。今回はあらかじめダウンロードしておいたファイルを使います。このファイルは Excel 形式でシートが5枚あります。使い方のシートはこのファイルの利用方法、データ定義は各項目の定義や入力例が説明されております。また出品テンプレートは実際に皆様が入力するシートになります。なお見つからない商品と複数存在する商品のシートは今回は利用しません。では出品テンプレートシートを表示させて、必要な項目に値を入力していきましょう。まず SKU に対象外としたい商品の SKU 番号を入力します。次に
使用しない支払い方法に Exclude COD と入力します。入力はこの2箇所のみで OK です。入力が完了しましたらファイルを保存します。この時ファイルの保存形式はテキスト括弧タブ区切りを選択して保存してください。保存したらセラーセントラルの在庫タブのアップロードによる一括商品登録をクリックします。在庫ファイルのアップロードをクリックし、ファイルの種類からカテゴリー別在庫ファイル、出品ファイル L、 価格と数量変更ファイル括弧汎用版を選択してください。そして参照をクリックし、先ほど保存したタブ区切りのテキストファイルを選択します。最後に処理レポート形式でテキストを選び、アップロードをクリックして完了です。念のため処理結果をアップロードステータスから確認してください。最後に受注情報確認と出荷通知方法についてご説明します。まずセラーセントラルでの確認方法ですが、注文タブの注文管理から確認できます。注文番号の横に代金引換決済のマークがあれば、代金引換を利用した注文になります。次に注文レポートを利用して一括で確認する場合ですが、セラーセントラルの注文タブの注文レポートから確認可能です。注文レポートのサンプルデータを見たい場合は、注文レポートの見本でヘルプページを検索すると確認することができます。実際に確認する項目ですが、まずはペイメントメソッドという項目を確認しましょう。代金引換注文の場合、この項目に固定で COD という文字列が入ります。 COD コレクティブルアマウントにはポイントやギフトカードでの前払い分を除いた代金引換時に必要な支払い額が入ります。 Already paid にはポイントやギフトカードでの前払い分の金額が入ります。そして Payment Method Fee には代金引換決済の手数料金額が入ります。2015年時点では固定金額で324円です。注文 API を利用した場合は、注文情報はこのように出力されます。その中で代金引換決済の情報は Payment Execution Detail の中に表示されます。ペイメントエグゼキューションディテールのアマウントにポイントやギフトカードでの前払い分を除いた代金引換時に必要な支払い金額が入ります。ペイメントメソッドには代金引換注文の場合、固定で COD という文字列が入ります。その他の詳細情報は Amazon マーケットプレイスウェブサービスのサイトをご確認ください。代金引換の出荷通知方法を説明します。1商品ずつ出荷する方法は、注文タブの注文管理より該当注文の出荷通知を送信をクリックし、出荷通知の詳細情報入力画面へ移ります。代金引換の場合、出荷通知の詳細情報入力画面の下にこのようなチェックボックスが表示されるので、ご確認の上チェックしてください。一括で出荷通知をする場合は、出荷通知テンプレートを利用します。このテンプレートはヘルプページで出荷通知一括通知で検索すると該当ヘルプページが表示されますので、そこからダウンロードできます。代金引換の場合は通常の出荷通知の入力項目に加えて、代金引換という項目にダイレクトペイメントと入力してファイルをアップロードしてください。代金引換決済の概要と設定手順についてご理解いただけたでしょうか。今後の販売拡大にお役立てください。